で、僕が一番好きなやつはジェームズ・ブラウンのソウル・プライドという曲があるんですけど、もともともジャングルみたいな曲なんですよ。これ早くしたらジャングルみたいになるよねみたいな。これを使いやすいように切り刻んでいきたいと思います。これ今その4小節分の頭とケツを合わせてる作業ですよね。そうですね。で、BPM を上げます。刻み始めるまでのね、これ何が間違ってんの、と酒が入ってるからな。まず大前提に酒を飲むことも大事、大事やね。え、ちなみに曲作るとき酒飲むやつどれぐらいいます？飲むんや。絶対飲む。俺飲まへん。俺無理や。じゃあ今ここにいるやつ大体5分5分ぐらいらしいですよ、アルコール。あとあのドラマのイリューとか見て気持ちを熱くしてから作るみたいな。それは